がばっかを見る魂そうが正解。笑う笑う詰まるとこ金には愛を。こんな俺と溺れたいやつこの指止まれ。愛なんだって歌うだけで罠にはまっていくでしょう。一番の景色を見せてくれて、マジなんだってお前だけに聞かせる。本当の俺を見せてあげる。ご指名ありがとうございます。天井響きです。こんばんは。うん、こんばんは。いらっしゃい。指名サンキューな。うん、今日もサンキュー。つうことで今日はゲームイベントでです。ゲームイベントでゲームするってよ。寒かったな。確かに最近めっちゃ寒い。大丈夫？風邪とかひいてない？体壊してない？体大事にしろよ。今週も会えてよかった。一週間ぶり。オッケー。じゃ、そんな今日はゲームイベントでということで、またいつもとは違った接客配信になるかもな。よろしく。この店ゲームできる設備導入したらしくて、ナメさん鼻息荒くしてゲームイベントやろうとか言ってて笑った。すごい。こんばんは。ゲーム楽しみにしてた。そう、ゲーム好きお前。前に寮からゲーム配信した時あったべ。ほら、俺と心でスーパーバニーマンやっただろ。覚えてる？あん時あいつと二人でやったけど、今日は店のイベントとしてやるから、当然俺一人プレイだし、お前の隣でゲームやるから。まああれだ、二人屋根の下で
彼氏がゲームをしながら彼女がずっとそれを見てる、そんなシチュエーション?なんか今回の空気読むゲーム?客にゲームしてる様子見てもらうホストクラブとか聞いたことねえよ。特殊なホストクラブ、本当に。空気読める?わかんない。基本そういうのはあんま気にせずやってきた方だと思う。知らねえけど。ま、そんな最先端のホストクラブらしいですけど。普通に店のイベントだから、いつも通りスパチャたくさん送れるし。もちろん、ナンバーのポイントにもカウントされるんで。OK? お前のこと見送った後にスパチャの返事もするから、今日も応援待ってまーす。よろしく。あとはラッソン、ラッソンもいつも通りちゃんと歌わ。 OK? よしなに、最後まで楽しんでって。今日もとことん楽しい夜にしような。よろしく。ゲームの前にまずは今のナンバー発表しとく?大事な大事なナンバー発表。これほんと大事。いやー、今日は、今週は、ナンバーどうなってんだろうな。確か先週2位だったろ?しかも結構僅差だったよな、K のやつと。今週はどうなってるかな。一応初回のお前もいると思うから念のため説明しとくけど、俺たちクラブファルベのホストにはお前の応援でナンバーがつきます。スーパーチャット1円が1ポイント、アーカイブとか動画の再生回数1回が1ポイント。OK? いつもスパチャとか再生たくさん回してくれてるだろ。サンキューな。そんな調子で今日もたくさんお願いします。ということで、発表していこうか。現在のナンバー。準備できてる?覚悟できてる?OK。それでは、発表していきたいと思います。今週の、天井響きのナンバーは、983,884ポイントで、2位でした。何週連続?何週連続で2位取ってんだ?逆に難しくねえか?3週4週連続で2位取んのって。むずくね?
逆に才能？もしかして。それとも、そういう演出狙ってる？もしかして。しかし惜しいな。このランキング見てる感じだと、先週も僅差だったけど、今週さらに圧倒的僅差つうか、6000ポイント差ぐらい、めちゃめちゃ僅差。逆に面白い。逆に面白い、この僅差。いい感じの僅差で、結構戦ってるって感じするな。でも最終的には K のやつ抜いて俺らが1位取るから、そこんとこよろしく。な、逆にこの圧倒的な僅差のナンバー見せられたらさ、燃えてくるよな。そう思わね。100万ポイントまであとちょっとだし、1位まであとちょっとだし、このなんかあとちょっとっていう感じ、すげえ燃えてくる。引き続き、たーくさん、スパチャも、再生回数も、いっぱい分回しといて。お前にしか頼めない。お前にしかできない。オッケー。頼りにしてるから。頑張ろうな。頑張ろうぜ。早速サンキューな、スパチャ。ありがとう。じゃあ、乾杯していきますか。飲み物用意した？用意できてない？お前今日は何飲むの？俺は今週も2位だったから、いつものやつ言っちゃっていい？いつものやつ。ちょっとでも味変えてみようと思って。今日は白いサワー行こっかなと思って。お前は？ハイボール？ウーロンハイ？栄養ドリンク？何？今からこんな夜にみなぎりたいわけ？やる気満々じゃん。ジンジャーエール？緑茶？クラフトビール？いいじゃん。リンゴジュース。未成年のお前は、リンゴジュースとかにしとけよ。よろしく。それじゃ、開けていきたいと思います。OK。ではでは、白沢、5回戦まで、33。22211。わあ！どう？今回は一層燃えてるから結構エコー強めにしてみた。いい響きでしょ？
乾杯しよっか。うん、はい、お酒持って、飲み物持った、乾杯してくよ。それじゃあ今夜も最高の夜に乾杯。まゆ、まゆだな。美味しい？うん、お前と飲む酒美味しい。お前は？まゆ？うん、まゆ、そう、よかった。楽しくなりそうだな、今夜も。んじゃ、今日はゲームでやったことでやっていきますか、ゲーム。 OK？ うん、それではゲーム、レッツゴー。今日やるゲーム、お前知ってる？これなんだけど。ちょっと待ってな。ジ・モード会社って会社の空気読みってゲーム。うん、ああ、タイトルコール忘れてるよってナメさんがめっちゃ目くばせしてくんだけど。はいはい、わかったわかった。題して、ホストなら空気読めるよね、空気読みチャレンジ。ふん、このゲーム、シチュエーションのお題が100問出てくるんだと。100問って数多すぎだろ。どんだけやらせるつもり。で、そのシチュエーションに自分なりに行動しなさいと。うん、スタートしたらなんか赤いの、うん、なんか赤いのが表示されて、それを俺が操作できるっぽい。赤いのって何？うん、で、100問終わったら総合評価が出るんだってさ。うん、何時間かかるんだろうな。全部パーフェクトだよ。別にそんなに空気読めるかどうか俺自身もちょっとよくわかんないかな。うん、そういうの気にして生きたことねえだ。うん、俺は俺の人生って感じて普段生きてるから、どうだろうな。ま、赤いのが出てくるからそいつをとりあえず操作すりゃいいんだべ。うん、そういうことで。ま、とりあえず意味不明だしやっていきますか。なんかとりあえず変なゲームだってことは分かった。じゃ、始めていきまーす。うん、頑張るわ。よし、
ボタンを押す。じゃあボタンを押すわ。ボタンを押しまーす。なんか変なクオリティのゲームだな。空気読み、サクッと空気読み、二人で空気読み、オプションらしい。まあこの空気読みってやつだろ。じゃあこの空気読みってやつをサクッと押します。よいしょ。初めからやっていこうか。それでは空気読みスタート。ここは自由に空気を読んで良い空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気が読める夢の世界、心ゆくまでご堪能ください。了解。じゃあ始めるか。ルール、これ。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動をとれ。中断したいときは、エスケープキーを押せ。だそう。じゃ、やっていくぞ。第一問。何これ？どういうこと？そういうこと？ずれりゃいいだけの話か。あ、今ので大丈夫だった？何これ？倒れろってことね。読めてよかった。第3問。待って、今のは合ってる？いや、今のは合ってたのか。そしたらさ、バカじゃん。あ？どういうことマジで意味わからん。意味がわからん。どういうこと今の。ものすごいスピードで駆け上がってたら、何これ。カモメを動かして、どうすんのこれ。どういうこと。全く意味がわからん。そこはかとなく、読めてるっぽい。読めてたっぽいぞ。そこはかとなく。てか、何の説明もなしに。は？どういうこと？どういうこと今の？何だったの？見つめ合って帰ってったぞ、サンタクロース。ご注文は？生。ああ。そんなのお前。インディカ純平酒に決まってるだろ。日本酒。何？どういうこと？どういうことだよ。何これ、合コンってこと？合コンしてるのね、これ。見つめ合って終わり？いや、意味がわかんねえ。A、B。女を決めるの？全員に決まってんだろ。選べなかった。全員だから選ばない。正解。この最後の一品を倒せたら付き合ってください。いいよ。なるほどね。倒れてあげたんだ。今ので正解だな。じゃあほんとやんわりと読めてるっぽい。あそう。一番意味が分かんなかったけどな、お前サンタさん。お前に言われるんなら
正解ってことかな。第11問。なにこれ、ね、これハンマーで投げればいいわけ。え、なにこれ、なにこれ、ちょ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 な、なんのゲームだよ今の。起立礼着席。違う違う違う、よしよしえ、どういうことシュールすぎる、シュールすぎる。彼女と動物園に来ました。は、帰ろうぜ14問。何これあ、空気読んで驚けってことね。何これ、あこういうことね。あ、オッケー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 。これはそういうウェーブみたいなやつだよな。あの、意味を理解するまでが時間かかるって感じ。なんとはなしに読めてるっぽいこの体勢何、驚いてねえじゃんこいつ顔。しかもお前って言われてる、うぜえしかもガラケーじゃん時代よ。16問。は？どういうこと？どういうこと？ま、何？何これ？どういうことだったのこれ？全く意味わかんない。次のバス停で降りる僕です。ドキンドキン。次は終点、中野車庫。今、当たり前のことを当たり前にしただけだよな。は？絶対譲らねえ。何お前、調子に乗ってる？諦めた諦めたぞ今日は彼女とデート、ロボットアニメ、恋愛映画。選べなかった20問。だから何これ、何、あ、こういうことね。車の方側が俺にして、彼女側を守って歩いてあげる、これが正解な。知らんけど、何が正解だったのか全然わからん。せめて何が正解だったのか教えてくんないまたなんとはなしにだよ。読めてるっぽいってことは、読めてるっちゃ読めてるのね。正解なのね。わかった。おはようございます。あ？見ちゃった。見ちゃった。見ちゃったわ。糸拷問？何これ？どうしたらいいの？何もせず終わっちゃった。ああ、早い早い、早いよ。彼女にスピード合わせて。ちゃんと。ちゃんとスピード合わせて。後ろのあのガンダムみたいな女何？ちょっと。変な女いたけど。24問。今日はデートです。そろそろ彼氏と思っていいのかな？アニメ見に行こうとするので恋愛以外に。させました。男の子清め、彼ったら勇気を出して手をつないできた。もう私たち付き合ってるよね。そういうことね今ので合ってる、今ので合ってる
は？いいぞ。今のはいいぞ。俺たち的には空気読んでた、今のは。うん。当たり前。うん。26問。監督、誰がイエロー役をやってくれるかな？終わったんだけど。合ってるのこれ。これで合ってるの本当に。28問。うん。これは、これだろ？今ので合ってるよな。一番気持ちいいやつだよな、今のが。脳内占いで君のを見てあげるね。は楽しみ。右向け右。え？読めてるっぽい？あ、そう。よかった。読めてんだったらいいけど。第31話、まだまだあるな。どうした？ハゲ。バーバーって何？気になるな。行ってみるか、バーバー。何の空気？何の空気？今の。取れなかった。そういうことね。今のね、取るべきだったんだね。タイミングよく。下手くそだね。君が手術に勝てるよ。明日の試合ホームラン打つ。頑張れ。空振り。いや、練習が必要だろ、今のは。今ので合ってるよな。35問。これが最後のボール。絶対に当てなくちゃ。ボーリングじゃないのかよ。いやいやいや、ボールから逃げてっただろ。ほんとやんわりと読めてるっぽい。あ、そう。まあ、読めてるんだったらいいけど。36問。まだまだある。うん。うん。これはわかるよ。これはさ、あの、空気を読むとかじゃないよな、これ。何これ。絶対ボコられるな。絶対ボコられる、あれ。はい。39問。あ、腕でね。うん。40問。ワンテンポ。ワンテンポ遅いね。ワンテンポ。41問。どんどん行こう。え、今ので合ってるよな。何もしないが正解だよな、今のは。おっさんじゃねえんだし。今日は大好きなアイドル A 子。かわいそうだから、B 子言ってやろうぜ。え、空気の読み方がわからん。43問。
え？今ので正解だよな。セクシーな女の？あ、消えた。UFO。いや、意味がわかんない。この部屋少し寒くない？了解。冷房。ん？これを押して30度の冷房にすればいいってこと？この子ちょっとガニ股で寝ちゃってるのがちょっと残念だな。そこだけって感じ。寄りかかってくれたのはすごくいいんだけどな。うん。46万。は？読ませねえよ。嘘。いや、ずっと不満そうだったぞ、あいつ。47万。大人げないアタック。48万。喉乾いた、コーヒー買って。しょうがねえな。49万。何これ、何これ。意味がわからん。え、何をすればよかったの。50も、やっと半分。脅威の気功術。ぶっ飛ばしちゃった。ぶっ飛ばしちゃった。可愛い女の子が。うん、今のでいいよな。だってこっちが気功術使っちゃったんだから、脅威の気功術見せたことになるよな。うん、これは何。あ、女のケツにロックオンできたかどうかっていう。どういうこと。見られてる。そういうこと。53問。スピード、あ、車を操作してたのね。お兄ちゃんお腹すいた。お兄ちゃんが何とかする。阿弥陀大会決勝、勝った方が焼肉食べ放題。何？55万。こいつに落とす。これ、これで正解だったの？あ、そう。よかった。56問。久しぶりに脳内占いで君のを見て。ちょっと、読ませて。今ので大丈夫？ 57 問。何色がいいと思う？ねえ、聞いてんの？最近すごい見るんだけど。聞いてんの？うん。可愛くない？うん。聞いてんの？うん。ファンにつけるとか意味わかんなくない？うん。聞いてんの？うん。いや、ちゃんと相槌打ったがな。58問。
や別にヘッドホンしてるんだから迷惑じゃなくね。プレミアムフライデー、帰れ帰れ。何これ、15時で帰る。15時過ぎてるけど。今日は彼女とデート。何この彼女。あー、寿司だな。もうよくわかんねえや。どんどん行こうぜ。61問。ちゃんと食べるんならいいだろ。いける。おい、ざけんな。それはなしだぞ。やっとわかりやすいだと思って。え？あ、どいてあげただけね。64。ライブ。愛しちゃってるかい。イエー、その熱で。イエー、地球温暖化。イエー。今日は彼女とデートだ。彼女の感じを見て選べってことかな、これ。だと思いたい。うん。彼女のジャンルに合わせるみたいな。もう大体これじゃん。なんか他にいい結果ないわけ？おみくじで言う、なんか末吉らへんだよな、これ。第66問。いや、まずこの髪型に普通はしない。まず、うん。どういうことだよ。お前は見ろ。お前は見なくていいのか。先頭、自分に乗り込んで。合ってる？68問。後ろの敵何とかして。あ、味方撃っちゃダメ。あ、こいつか。こいつを倒さなきゃ。えい。シューティングは任せて。第69問。面白くなかったんだもん。面白くなかったから。ほっほっほっ。いや、ボタンがわからなかった。シンプルに。うん。ボタンがわからなかっただけ。71問。あ？何これ、何をすればよかったわけ。72問。すからかんな。食べ物届くまで少し辛抱。よっしゃ。え、あ、鍋に入れてあげればよかったのね。
あ、オッケー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 。74問。明日は彼女とデート、受験で俺の人生決まる、武道館ファーストライブ成功しますように。75問。悪魔の王子に助けてもらうことが私の夢。競馬場でしょ。白い馬さんに。え、違うの？え、だって白い馬いたじゃん。あ、そう。これ何？これは、ワイパー、これワイパーだ。一斉にワイパーを振ってるんだな、これ。あ、仮想大会。あ、なるほどね。あの、入れてあげればよかったね。うん、入れてあげます。78問。押すなよ、絶対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 押すな。終わった。え、だって押すなって言うからな。あ、熱くない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 んだ。そうなんだ。終わり。80問。業界に詳しいエコさん、ごめん。あ、モザイクね。モザイクで隠してあげなきゃって。うんうん。なんとはなしに読めてるっぽい。いや、押さなかったけどな、俺。うん、押さなかったけど。これでいいわけ？第81問。アイドルビーコちゃんが始球式を行います。怖いよ。ちゃんとストライクにしてあげた。うん。82問。何これ？合ってるのかな？ 83 問。まもなく山頂だ。ドキンドキン。ん？何これ？終わり。今のは何？ 84 問。クマが来た、どうする？寝る？寝るんだ。襲われたわ。85問。またまた広げて寝て。おい、起きろ。おい、起きろ。そこはかとなく読めてるっぽい。もうこればっかじゃない、さっきから結果。なんかちょっと違った結果は見たいよな。86問。ん？あ、シートベルトしろって？シートベルトしろ、ちゃんと。いや違う、そこじゃない。ちょっと待って。それは予想の斜め。いや、そんなところに。はい。何これ。88問。
ん？あ、そういうことね。はいはいはい。ちょっと待って。追いついてない、追いついてない。いや、ムロ、未来を見すぎ。このカップル未来見すぎ。ちょっと待って。あ、UFO だ。UFO？ ちょっと待って。謎だな。89問。UFO だ。何？俺がさらわれてカップルが助かるみたいな。今ので正解？90問。質問にイエスなら手を挙げろ。ノーなら手を下げろ。はい。地球を滅ぼされたくなければ空気を読め。お前は地球人か？地球を滅ぼされたくない。地球を滅ぼされたくな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 い。おとといの明日はあさっての先をとっとっとい。お前は痩せてるか？ここで何かを見たか？秘密は守れるか？かゆいところはありますか？お前に地球を守るヒーローをやってもらう。え、意外と正解だった？結末何だったんだろう。91問。キャー助けて。助けに行った。 OK。 92問。なんでやねん、アホちゃうか。今ので合ってるわけ。あ、そう、よかった。93問。あのバンドの今後の個性、解散ボーカル、ちょっとトラウマやめてくんない？94問。いいベース。愛しちゃってるかい？イエー、その熱で、イエー、3人ソロになっても応援してくれ。イエーイ。いや、顔が不満そうやけど。95問。何もできない。節電中、何もできませんでした。そこはかとなく読めてるっぽい。そう、じゃあよかった。あと少しだね。96問。今日は絶対に座るぞ。合ってるよな。うん。あと3問。あと4問。暇だな。久しぶりに惑星でも襲うか。いや、いない方が襲いやすいに決まってんだろな。あ、98問。いや、いるんかい。バリア。で、正当防衛でしょ。だって向こうから仕掛けてきたんだから。99問。手つないでる。久しぶり。来てくれたんだ。ずっと会いたかったんだよ。もっと強く手を握ってた。懐かしいな、この感じ。え、何このエンドロール。心霊写真をしゃべってくれたよね。何このエンドロール。携帯の待ち受けにしてるんだよ。一緒に行ったライブ楽しかったな。
いや、エンドロール何これ。牛とデートしたことあるでしょ。全部知ってるんだからね。もっと一緒にいればよかったな。怪獣って本当にいるんだね。私潰されちゃったよ。あの、今までの質問のことをこれ言ってんの？あなたは優柔不断だから私のことは忘れて。忘れない。早く新しい人を見つけてね。え、なんでそんなこと言うの？なんか波が止まんない。やめてよ。空気読めなくてごめんね。うん。弱気でも、うん。これ、うんって言ってんのかな？周りの人に気配りできる。うん。優しいあなたが大好きだった。うん。でも空気なんて読まなくていい時も、うん。あることを忘れないでね。うん。ありがとう。うん。さよなら。え？死にたくないよ。生きろよ。生きろ。行くな。行かないでくれ。なんか思い出話、あんまりいい思い出話なかったな。死んだじゃん。え、これ生きる世界線あったわけ？百問。株式会社 G。あ、こういうことね。はいはいはい、こうやってね。なんかちょっと宣伝くせえけど、ほんとやんわりと読めてるっぽい。うん、ちょっとこのヒーロー痩せてほしいよな。出直してこいビームみたいなさ。そうそう、そういうことだよ。終わり。結果は思いやりが最も高く、ホット便座級。え、これは、いい結果なの？これって。え、お前はどう思う？これ見て、何がいいのかな？ホット便座級っていうのはすごくいいってこと。俺はすごく、嫌なんだけど。ホット便座級っていう、すごく嫌なんだけど。大丈夫？うん。ま、意外に、思いよりが最も高いと評価してくれたんで許さない。うん。終わりかな。終わりかな、これは。うん。なかなかだったな、うん、なかなかだったよな。はい、以上。ホストなら空気読めるよね。空気読みチャレンジでした。お疲れ。100問って結構長かったな。うん。あ、スパチャサンキューな。ありがとう。お疲れ様、スパチャサンキュー。確かにちょっと疲れたわ。うん。サンキューサンキュー。笑いすぎて顔痛い。ツッコミが忙しかった。それな。てかめちゃめちゃシュールなゲームだった。本当に。初見だったからな。ま、お前が楽しんでくれたんなら。いいよ、それで。バレてた？真剣にやってんの。実は割と真剣にやってた。あ、そう。よかった。ナメさ、ほんと毎回変なイベント考えるよな。
まあ、いろいろ考えてくれてんのは正直助かってるけど、こういう企画でお前が笑ってるとこ見れるのは俺も好きだし。じゃあ今日もラッソン歌ってゲームイベントで締めますか。うん。スパチャサンキュー。はあ、まあまあ楽しかったな。うん。たまにはこういうゲーム的なイベントやるのも悪くないと思った。ちょっとシュールだったけど。オッケー。じゃあラストの確認しとくか。うん。じゃあ電木とマイク取ってくるな。ちょっと待ってて。ああ、スパチャもサンキュー。うん、たくさん投げといて、来週は必ず1位取りたいからよろしく。うん、いい湯。お湯に入ってるわけじゃねえから、別に。聞こえてる？おい、大丈夫そう？うん。今日歌うのは、ザ・ガゼットのフレッチ。知ってる？この曲。まあ冬だし、うん、この曲今日はお前に歌いたいなと思って。うん。知ってる？よかった。そう、ガゼット。ガゼットは初めて歌うかな。うん。結構ロック調のバラードで、いい感じの曲。じゃあ、歌いますか。うん。お前のために歌うから、ちゃんと聴いててな。それでは、スタート。傷つけた後でしか気づけなかった、またはこと過ちの数、君を求め見つめ合えたはずさ。小さな嘘が日々を埋めていた、疑いを交わすように失う意味を心が知る。立ち尽くす二度目の冬、君は見えない明日に戸惑い、声を上げ泣いていた。言葉を探すこと涙を拾った。寂しさに包まれた日々は互い
し理解を求め合い繰り返してまた深く思える永遠を感じたのは嘘じゃないあるな悲しさ君の隣で愛してるなんてもう言わないただずっとそばにいたと声を枯しないでいた君に壊れてゆきたわい最初で最後の言葉は君へその腕を離さるよ肩を並べた同じ夢が二人を空う聞いてくれてサンキュどうだった最高うんめちゃめちゃかっこいい初めて聞いたうんこの曲めっちゃ好きうん素晴らしかったうんあんなシュールなゲームやった後に一気に空気変えるこの曲
でも歌えてよかった。うん。聞いてくれてありがとな。オッケー。じゃ、店の外まで送ってくわ。うん。うん、今夜も楽しかったな。空気読みとのギャップ、それな。うん、スパチャもありがとう、サンキューな。今日みたいにゲームやって歌って、そういう日も悪くねえな。うん、じゃ来週もいつもと同じ月曜20時、うん、よろしくな。 OK。 今日が1月23日だよな。だから来週は1月30日月曜の20時。うん、だよな、合ってる。スゴロクだの、空気読みだの、最近はちょっとイベント続きだったけど、うん、来週はいつも通りの店の営業日だから。うん、イケホス何のお題出してくるんだろうな。もう結構攻めたお題とかは噛んだ。うん、うん、スパチャサンキュー、ありがとう。まあイケホスはともかく、来週はお前とVIP行けるから、それはめっちゃ楽しみ。今日は行けなかったからな。うん。オフィスラブみたいなの着たい、そういうシチュエーションが好きなわけ。ナメさんのセンスに着たい。センスあるとは思ってねえけどな、ナメさん。いたずら心ってのかな。うん、俺的にはもっとクールでかっこいいの期待してるけどね。うん、じゃまた来週俺に会いに来て。わかった。月曜の8時だから。よろしくな。うん。スパチャはこれから読むから。うん。まだまだたくさん投げれる子は投げといて。よろしく。それじゃ、一旦お疲れ。来てくれてありがとうな。また来週、20時に。おやすみ。今日スパチャくれた皆様、ありがとうございました。今から名前呼んでちょっと返事します。 OK。 うん、ありがとな、ちゃんと気持ちのいい音も聞こえてる。まだ投げれるお前は今のうちにちゃんと投げておいて。1位、来週は絶対1位取りたい。ここからって感じだから。
頑張ろうね。じゃあ今から名前を呼んでいくからちょっとだけ待ってて。準備してるから今のうちに投げといてな。よろしく。今日もいっぱい来てる。ありがとな、本当に。お前のおかげでいつもいい順位取れてるし惜しいところまで来てるんだけどな。来週こそは取りてえな。1位取りたくね。引き続き頑張ろうぜ。 OK、 それじゃあ準備できたから名前呼んでくな。うん、 BGM 重なってる。悪い、これで大丈夫。ちょっとした事故やっちゃったかも。悪い悪い。俺の話は聞こえてた？ま、そういう可愛いところもあるってことで許して。俺も人間だから。うん、半分くらいしか入ってこなかった。そう、まあ来週こそは1位取りたいから頑張ってスパチャ投げてってそういうことしか言ってなかった気がするけど。ごめんな。うん、それじゃあ準備できたから名前呼んでくな。うん、じゃあ呼んでくぞ。いきまーす。永遠にメスゴリラ。この名前なんなの本当に。ヒビ君大好き。スパチャありがとな。うん。なお、ありがとうスパチャ。うん。これは虹スパかな。うん。カラフルな感じでスパチャ来てる。ありがとうなお。初めてのスパチャだったんだ。これからも永久指名よろしく。スカピンありがとう。1位目指して頑張ろうな。うん。来週こそは絶対に1位取りたい。ありがとうスカピ。フミありがとうスパチャ。うん、赤スパだ。響さんの空気読み爆笑です。リア充に厳しい&たまに大人げない響さんが最高すぎて押せます。可愛すぎて大好きです。ずっとゲームしてる姿を見ていたいです。高まりました大好き。そう、そんな俺を見れてよかったな。ありがとうふうみ。スカピンありがとう。女の子のところは絶妙に空気を見てる響くん最高でした。そう。女は大事にしねえとな。うん、アミカありがとう。響さんの笑い声が最高の癒し。ほんとよかった。ありがとうアミカ。トモもありがとう。一生懸命ゲームしてくれてありがとう。楽しかった。ホットベンザ級は必要でじんわりとあったかいってことだから今日も最高でした。ハート。ありがとうトモモ。ユキユキユキありがとうスパチャ。バスの終点はボタン押さなくていいからね。あと女の子スカートにフォーカスをなして。適当にやってただけだって。ナトリありがとうスパチャ。空気読みお疲れ様です。電車に座った時は寄りかかってももちろんお前以外むしろ寄りかかるの禁止。カンラスパチャありがとう。響くんの空気読みめっちゃ面白かった。響くんの隣にゲーム眺めてるのが新鮮でとても最高な時間でした。ラストンのガゼットお初で知らなかったんですけどとてもいい曲で最高でした。うん、響くん大好き。今週もアーカイブとかぶん回して応援するからね。俺らがナンバーワン。ありがとう。
そうだな、寒い日続いてるから体調しっかり管理頑張るよ。ありがとうカンラ。ラル、アカスプありがとう。ありがとうなラル。ゲームイベント最高でした。本当にありがとう。超楽しかった、最高。思いやりが最も高い響きと、終始ニコニコで可愛かったし、お笑い要素多めで楽しかった。よかった、今日もありがとう。大好きだよ、俺も大好き。ありがとうラル。サンキューな。日和、アカスプありがとう。今日の愛です。ゲーム隣で見れるの楽しかったよ。おうちデートしてるみたいで幸せ。最近毎日響さんのことばかり考えちゃう。ふん、責任取って一生を隣にさせてくれなきゃやだからね。なのでお前しか愛さない宣言ください。言う必要すらないけど、特別に言ってあげる。お前しか愛さない。ありがとう日和。ミア、ありがとう。スパちゃん、ゲームイベント楽しかった。癒し時間ありがとうございます。今夜も響くんが一番好き。私のナンバーワン。そう、サンキューな。これからも一生ナンバーワンでよろしく。ありがとうミア。アミカ、アカスパありがとう。今日は響さんがゲームを楽しむのを隣で見られて、とっても幸せで癒された時間でした。空気を読んで読まなくても自分を貫く響さんが愛しいです。私もこれからそこはかとなく空気読んで生きていきます。ありがとうアミカ。うん。俺は俺らしく生きていく。そうするわ。スカピン、ありがとう。今日も最高に楽しかったです。真剣にゲームやってる響くんの顔めちゃくちゃかっこよかった。ほんと？来週のイケオス楽しみにしててな。ありがとう。ユキ、アカスパありがとう。仕事忙しくてずっとリアタイできなかったけど、今日はラッソン間に合ってよかった。よかったよかった。今日も歌声かっこよくて最高でした。ありがとうございます。ありがとうユキ。間に合ってよかったな。来週も間に合うように頑張ってな。よろしく。アカスパありがとう。ヤエ、アカスパありがとう。空気読みお疲れ様。でもやっぱり自分のペースで生きてる響きが大好きだから、甘やかしたい。愛してるよ。そう言ってくれるお前が最高。愛してる。ありがとうなやえ。よし、ちょっと更新するな。待ってて。読んでる間も投げてくれてありがとな。ちゃんと一人残らず全員拾うから。待ってて。うん、行くよ。アミカありがとう。たくさん笑った後にちゃんとラストン聞かせてくれるところ大好き。これからもずっと聞かせて。もちろん、たくさん聞かせてあげる。ありがとうなアミカ。キコ、今日も最高に笑わせてもらったよ。ほんと響きらしい回答でますます好きになった。女の子のスカートは見すぎだけど。めっちゃ突っ込むじゃんそこ。思いやりがあって優しい響きのこと愛し続けます。ガゼットはお初だったけど、響きの歌声にあってもう最高。アーカイブでいっぱい聞くね。今日もありがとう。おやすみ。うん、ありがとうな。アーカイブ再生数もたくさん分回しといて、よろしくな。おやすみ。トモも、いつも本当に楽しませてくれてありがとう。響きに会うために1週間頑張ってます。えらい。ちょっとフラチなお願いだけど聞いてもらっていいですか。今週お誕生日の姫様が2人いらっしゃるので、誕生日おめでとうを響から言ってもらってもいいですか。本当に響が好きな姫様たちなのでお願いします。優しいなお前。けどお願いなら聞いてやんねえとな。誕生日だし。うん、ハッピーバースデー。お誕生日おめでとう。これからも俺と一緒に幸せになろうな。こんなんでいい。トモモの願いも叶えてあげたということで、うん、一石三鳥。ありがとうなトモモ。ミユありがとう。ヒビくんゲーム楽しかった。お歌最高すぎ。大好き。俺も大好き。ありがとうミユ。ヒヨリありがとう。
今日は可愛い響きたくさん見れて幸せ。かっこいいとこも可愛いとこも全部俺も愛してる。ありがとう、ひより。ふうみ、赤スパありがとう。ひびきさんにお会いするたび、ほんと毎回好きが増す。ほんとひびきさんをナンバーワンにして差し上げたい。お酒にもひびきさんにも今日はだいぶ酔ってるかもしれません。これからもひびきさんをたくさん応援します。これからもずっとひびきさんだけを愛してます。来週も伺いますので、どうぞよろしくお願いします。いつも本当にありがとう。大好きです。おやすみなさい。ありがとうな、ふみ。そんなお前が大好き。来週もよろしく。サンキュー。アスカ、ありがとう。ゲームお疲れ様でした。笑いすぎてお腹痛い。女子に優しく、リア充に厳しい響き。大好き。そんなアスカが大好き。ありがとうな、今日も。これで全員？まだ？更新するか。ラルが来てたね。ありがとう、ラル。しかも赤スパ。タバコないってツイートしたから、タバコ代投げとくね。気が利くじゃん。また来週も会いに行くからね。愛してるよ。寒いから暖かくして過ごすように。ラルもな。暖かくして過ごして。しっかりと健康に気をつけて。風邪ひかないようにな。ありがとう。スカピン、タバコ代ありがとう。サンキューな。これで全員拾えた？大丈夫そう？最後ちょっと BGM 二重になったり、ちょっとハプニングあったけど無事ちゃんと全員拾えたならよかった。今日もたくさんありがとうな。来週のランキング発表超楽しみ。いつもいつもありがとう、お前のおかげ。来週も楽しみにしてるし、来週も絶対楽しませるから、来週もよろしくな。じゃあ、だんだんと寒くなってきてるから、しっかり暖かくして、健康には気をつけて、風邪ひかないように、体大事にしろよ。以上。それじゃ、また来週。しっかり休めよ。おやすみ。